新学習指導要領で学習の基盤となる資質能力の一つに位置づけられた情報活用能力学校の授業にクラウドと1人1台の端末が導入され学びの形が変わる中で子どもたちはどのように情報活用能力を身につけていくのでしょうか。 あの情報活用能力はですね。まあ、非常に単純化すると調べたり、まとめたり伝えたりする力なんだという風にまあ、整理できるかなと思います。で、この調べたりまとめたり伝えたりする。力っていうのはあのいろいろな教科。従来でも国語でも算数でも社会でも必ず行っている。 必ず身につけなきゃいけない力の一つではあると思いますので、まあ、そういった意味ではいいろんな教科ででもうすすにやられていると思いますでそのことをですねもっともっと意図的に学んでいくということが、まあ、情報活用能力の育成で求められていいると思いますでもう少し言うとですね新しく何かを取り組むんじゃなくて、まあ、今までやってたことをもっと意識的に取り組んでいくということだと思います。 情報活用能力を意識した学びとはどの,ようなもの,なのか春日井市の実践から見てみましょう春日井市立藤山台小学校6年1組担任の久先生一人一台端末の導入に先駆けて2年ほど前から情報活用能力を意識した授業づくりに取り組んできました。 六年一組の教室にかけられた掲示物にも、その取り組みが現れています。課題の設定から、学習の計画、情報の収集、整理、分析、まとめ、表現と、情報活用の基本的な考え方の手順です。一つ一つの項目には、活動に必要な知識やヒントが示されています。 いいつでも子供たちの目にに触れるよう掲示しています僕が考える情報活用能力を意識した授業っていうのは、まあ、言ってしまえばほぼ全部なんですけどあの僕がそういうことをあんまり勉強してない頃にやっていたのはちゃんと最初は教えて、えー、とその後に考えさせるみたいなことはすごく意識していました。そういうい 枠組みでで僕は授業を見てたんですけど今はその教える段階があ児童にとっては情報の収集なんだなとかそういうふうになんか見え方が変わっただけなので全部が情報活用の授業で,でそこで意識しているのはやっぱりあの、えっと、学習の流れ、えっと、問題を解決する時には 何が課題かを明らかにして課題を設定してで次に必要な情報を集めてそれらを「いる」「いらない」とか「似ている」「似ていない」でまあ整理・分析をして最後それを人に伝える形にまとめてえまとめていって最後まあ表現するいろんな形で文章スライドなりで表現するみたいな活動にしていったっていう。 ことですね、あまり大きくは実は変えていなくて自分の意識が変わっただけですね、はい、全てが情報活用能力を意識した授業という久川先生の算数の授業を見てみましょう <noise> 復習問題を解く単元です。 今日は速さの問題を解きますどの問題も多分手順のを並べてみて共通するものが見えてきたら面白いよね。とか、ね、手順見て同じ考え方図にするみたいな考え方が現れることも面白いよね。久川先生が授業に使うシート朝 Google クラスルームに配信していたものです。 授業はどの教科も同じ流れで進められます。シートにはゴールと授業の流れが示されています。あえて空欄を作っておいて子供たち自ら考えて書き込ませるのも特徴です。授業の流れでは情報の収集、整理、分析、まとめ、表現、それぞれの過程で どのように活動するのか子供たち自身が考えます。この日の算数では子供たちが話し合い、ゴール、流れともに個人またはグループで決めることになりました。例えばこの子は情報の収集ではこの日の問題を解く。整理、分析は問題を解く手順をジャムボードに書く。 まとめ・表現は、学ぶことの良さや意味を説明すると決めました。この子は、情報の収集では問題を解く。整理・分析は、解き方の手順や考え方をジャムボードに整理して比較する。まとめ・表現は、比較した結果、速さを学ぶ意味を考えると書いています。 はい、始めてください。ごめんね。はい。子供たちは自分で決めた授業の流れに沿って活動します。情報の収集ではほとんどの子供がこの日の課題、速さの問題を解きます。次に整理分析。子供たちは Google Jamboard を使って思い思いの方法で 解き方の手順や考え方をを整理過去のの問題との関係性を探りますこの子はこのひといた1と2の問題がどちらも図を使うことに気が付きましたこちらの子は大事なことは1が基準になると気づいたようですジャムボードの画像や入力したシートは クラウドに保存されます子どもたちは過去のデータを参考にしたり後で自分を評価したり振り返りができますまたデータが共有されるため友達の考えたことを参考にすることもできますクラウドを使った情報の共有が子どもたちの自主的な学習を支えています クラウドを活用した授業で、学習の仕方はどう変わりましたか。共有していると、なんか好きな時に、あの、友達に、あの、見せてもらうこ、見せてもらう時間とかがいらなくて。見たい時に、すぐ見れる。ジャムボードと、うん、スライドを、半分半分にして。ああ見ながら、スライド作ったり、ああそういうのができるようになったから。ああいざよりも、学習が早くるなる。早く授業だね。 クロームブックがない状態に戻れって言われたら、今算数でやってたなんか学ぶ意味とかを考えるみたいなみたいななんか環球的学習ができなくなる。私も本当にあの周りからの情報がなければこういう授業をやろうとは思わなかったです。あの加須市ではあの情報部会という市のあの組織が動いていましてそこに市教委の先生であったり校長先生であったり教頭先生私のような担任み いや、あとはあの大学の先生方も入ってもらったえっとチャットルームがあります。やはりあの活用している先生方がまあ多くいる情報部会のチャットでは、まあほぼ毎日のようにこういうことやりましたとかこういう情報がありますっていうことはもう毎日のように行っています。そういったところで教師が学んでいく良さを実感しているなあっていうことを思います。ICT 活用教育アドバイザーを務めてきた。 佐藤和則さんに伺いました今までの授業のスタイルの中にもきちんと情報活用能力っていうのは埋め込まれているので先生方が情報活用能力をこう少し知ると「あこの活動はこれだね」とか「あこれも情報活用能力だね」っていうことに気づいていかれることが非常に多いんですね。その授業に対する見方を少し変えて 情報の見方で見てあげることが非常に大事かなと最後に東北大学大学院教授の堀田達也さんにクラウドと一人一台端末導入の意義を伺いましたまず今の子どもたちが生きていく時代っていうのはね常に学び直さなきゃいけない時代なんですもう世の中の流れが とても早くなるのでまあ今すでになってますけど、えー、そうすると、えー、一度身につけた能力で一生を過ごせることはもうないし社会の形もどんどん変わっていくので常に学んでそうすると知識がある程度あるっていうのはそれは大事なことだけども。 その知識を自分のの必要なものにどんどんん更新していくようなスキルがいいるんですで知識を更新していくときには他の人の考えやあるいはネット上にあるいろんな情報本,本もそうですけどいろんな情報を取り入れていろんな人の意見を聞いて自分の知識を更新するこれができないと知識が形骸化した、まあ、まあ新しい時代に対応できない人になっていく。 道具をを使いながら情報を集めなががら、ら、情報集めそこに自分の考えの記録を残しながら他の人の情報を得ながら自分の知識を更新していくような授業を義務教育段階からちゃんとやっていかないとこれからの時代に生き残っていく人になれない。だから端末が入っているんですね。